正門則琴です。今日は家族旅行です。前回は滋賀県に旅行に行ったんですが、今回は滋賀県、今回もなんですが滋賀に旅行に行きたいと思います。持ってくもの最終チェックが始まったこの箱めちゃめちゃ利用しとんだもん。で選んでるのね待ち構えてくれてますね。行ってくるよ。よし、出発です。今回滋賀県なんですけれども、前回は彦根、多賀あたりに行ったんですが、今回は大津。夏休みスタートということで水場を求めて琵琶湖にプールもあるホテルで、ただなんか雨の予報ということなんですが、今のところ晴れてます。行きたいと思います。何回行きたいって言ってるか分かりませんが、こうやって持ってきてたんで、ね、選んで外に出発しますか。あ、ガソリンがないからまずは入れに行かなきゃいけない、ね、9時40分、31度。高いのが普通になってまったな、もう本当に。48リッター単価160円で7779円。サービスエリア到着です。今回は多賀サービスエリア。前回の旅行はこの彦根多賀に来たんですが、今回休憩で夜感じサービスエリア、一番大好きかもしれない旅行の中でサービスエリア休憩です。あ、ここエクスパーソじゃん。お前も来たね。ちょこちょこ寄ってるか多賀。あ、流行りのタピオカあるじゃん。流行ってないけど、もう遅い。結構ここすごいとこじゃなかった？あ、もう行ってまった。あ、なんかもう食べたいね、こうやって見ると。10時50分。なんですごい率先するのガチャガチャになるといつも言うと。進めて待ってるやん、もう。そっちかね。ご当地がめっちゃ並んでる。進め放題。入るかな。めっちゃ満タン入ってる。これあれね、海苔ね、昔あった。あ、入った。すごい、かわいすぎるよかったねうわ、すっごいやつ選べね。懐かしいよかったねこっちにも吉野家もあるし、すごいなかったね。懐かしい。子供の頃見ただけで食べたことないかも。のガム？うん、梅ガム。おお。嬉しいよね、こういうキラキラのやつって。すっごいなんか焼け締めでしたすごいボリュームがすごいやな。なんかどこでもチャーハンのイメージする気がする。冷やし近江牛うどん。あ、これねうん、おいしい。ガンダムショップもオープンだって。これがビッグだよ。ジャンボとビッグで、こっちこれがビッグ。回ったこのコーヒービッグサイズっていうじゃん。ちょっと本当にこれビッグではないやろ。もう一個はジャンボだったけど、びっくりのビッグかもしれない。いいサービスエリアでした、多賀サービスエリア。さすがエクスパーさん。この後、滋賀博物館に行きたいと思います。ここから1時間出発します。ようやく到着です。博物館一つ目の目的地というか、ここ以外何も決まってないですが、12時36分行きたいと思います。琵琶湖博物館なんか予約制で、さっき行く途中本当に10分か15分前に気づいて慌てて予約して、よし行きますか。ママがいますか。いっぱいもっとパンもらいますかね。なん
なんか昼からそういえば雨の予報だったんですが、今のところまだ持ってます。進めー。ウェルカムトゥーレイクビワミュージアム。あー、いいとこ。うん、行くぞー。すごい。ねえ。ほんと。ここでっこ。よかったわ、すごい楽しそうで。なんか、すごいいいとこやったね、この道。ほんと？何だよ。パパに似てるカエルって何だよ。全然似とらんやんけ。どこが似とやん。ほんとかわいいね。こんな風に泳ぐんやね。これがちゃんみたい。あんたえらいかわいいのよ、自分だけ。なんで俺はカエルで、お前。あ、それママみたいな。あ、ママみたい。またパパみたい。お前本当にさっきから顔が長いところか。電車男とか脳トレとかやったの。これ電子レンジなんだ、これが。ファミコンからはないな。あれやったね、うちもあれやった。ご飯あれでかけてたわ。あのカラーやったわ。ああいうめちゃめちゃ忠実に守っとるで。やってこらん。握ってそれを。あ、上手。両方捕まえた。琵琶湖博物館楽しかったです。すごい長居しちゃった。本当めっちゃ楽しかった。よかったわ。すごいいいとこだったね。ね、今2時半。だいぶ持ってくれていた天気が、雨が今ポツポツと降ってきちゃい、あ、冷た。来ちゃいました。すごいいろいろと楽しめた琵琶湖博物館。ホテルに向かいたいと思います。琵琶湖プリンスホテル。プリンスホテル到着しました。3回目か4回目の大津プリンスホテルです。プールに入ろうと思ったんですが雨、そしてバーベキューもで今日予約してるんですが、夜どんな感じなのか、雨だったか、とりあえず行ってみます。あなたの荷物はそれですか。なんでこの紙袋こんな利用したのないの。こっちもおもちゃが詰まっとんの。ちょっとあんた持ってきすぎやろ。かわいい。あ、ほんとだ、かわいい。どうで、どうで。おお、綺麗だよ、やっぱり。あ、いっちゃんのアメニティ、どれ。あ、かわいいね。めっちゃ。いいですか。やったやった。いいね。じゃあちょっと休憩したらプールに行くか。頭痛い、大丈夫。3時半プール。もう我慢できずに泳いでも汚いよ。どうだったらどうですか、プールは。お嬢様ずっとなんかすごい濡れ。そうだ、雨だもん。寒いよね。娘様は楽しそうにずっと漂っとるわ。浮き輪って楽しいよね。すごい結構後ついて。だいぶ夕日になってきた。
美味しい、よかった。飲んだ。すごい雨かと思ったらよかった。晴天じゃないですかこれ。船がある。ああ、桟橋だね。8時50分朝ごはんを今食べて、また朝からもう一回プールに行きました。あんたおしゃれなこと言ったね。雲を眺めながら歯磨きしたいなって確かにね、こんな風に見ながら歯磨きできん。よし、じゃあ今日もプールからスタートです。じゃあプール行こう。冷たいね、昨日も濡れたまま。全然違うね、温度が。暖かいね、今日は。Keep repeating the same mistakes. そう。ほんとだ。タモメちゃん、タモメちゃん。まあ二人ともカモメやって言っとるけど、トンビが高やけどね。カモメは間違いなく違い。タモメちゃん。すごい船がこっちに来てるのに興味ないの。よし行こう。10時30分チェックアウトして、このあと植物園、水の森公園に行きたいと思います。いい景色と青さらばして。やっぱり旅行は楽しいね、お嬢ちゃん。せっかく琵琶湖に来たのでドローン。Sweep away, there'll be another day. Tomorrow, it's gonna be. めっちゃ楽しかったです。琵琶湖のドローンが天下の琵琶湖、天下の湖ですね。琵琶湖。よかった。すごいいいとこにあるじゃん。これ琵琶湖はそりゃ自転車の聖地やな、マジ。自転車で走りたい。水の森公園到着です。ここでちょっと遊んでいきたいと思います。ちょっとハスソフトだってよ、ハスソフト。これ食べてみよう後からね。かわいいとこだね。めっちゃ綺麗な花だよ。何これ、ワンビサ。お、綺麗。何これ。あれ、ここ通れるよ、いっちゃん。面白い。わ、すごい、めっちゃ綺麗だよ。はい、わかりました。花影の駅、わ、すっごい、何これ、めっちゃすごいよ。めっちゃ楽しいやん、ここ。こんないいとこあったの。よかった、よく来てみて。昨日行ったし、琵琶湖博物館の隣。綺麗。わ、あれが大きくなるんやな、多分。だんだん。はい、行ってきまーす。はーい、すごい楽しいです。水の森公園、気持ちいいし、なんか恋人の聖地でもある。一緒にたら。すごいでしょう。あ、餌あげとった。なるほど。サンタの餌やりも取れました。大丈夫です。結構あげ。はい、OK です。
すごいあの蓮の花を見ただけで一気に満足感が、でやっぱり琵琶湖も見えて天気も晴れて最高です。よかった。なんかつい先日新しい品種の3種目なのかな、ハスの花、世界最大のハスの花がなんか発見されたとかっていう話を聞きましたが、このハスの花なんか8月のイベントで30キロ以下の人が乗れるっていうのがあるみたいで、その時に来れたらまたもっと楽しかったかなと思いますが、楽しかったです。ソフトクリーム、ハスのソフトクリームだって。うん、美味しい。そして撮るたいね、はい、もう一回写真撮りたいとこがあるんだ。ターナ、さすがやな将来有望ですね。私もコーン結構好きなんですけど食べていい？ね、やめろ。これ上も花になってる。あ、かわいい。いいね。かわいいじゃん。楽しかったね。水の森公園楽しかったです。晴れたら晴れたで結構暑かったんですが、いろいろと楽しめました。めちゃめちゃ娘の指示で花を大量に取らされたんですが、楽しかったです。おにぎりセットだっけ。いいね。お昼隣にある道の駅草津に行っておにぎり美味しかったです。もう2杯だけや。中央アウトレットで買い物。抱っこで行きたいと。三井アウトレットパーク。すんごいいい天気になっちゃってます。うん。あはは、狙われちゃった。しょうがないわ。もうスカートも全部こうやって処理しない。よし、行くぞ。お元気になったのか。よかった。面白かったね。竜王アウトレット、結局レゴの、娘用の猫のアイテム一つだけ買って、水遊びをして帰ります。ここから1時間15分家まで。5時過ぎですかね、帰るの。横では娘が着替え中です。帰ります。ああ帰ってこれました。5時半。2日間雨予報だったんですけれども、天気にもなんとかというか結構恵まれ、楽しく旅行2日間過ごせました。滋賀旅行、また来月も夏休み旅行どっかまた計画していきたいなと思います。まだ何も決まってないんですが、8月の旅行もどこか行ければいいなと思います。帰ってきたばっかりですが、これ今買ったレゴ、ふーちゃんみたいなグレーの猫だって言ってたんです。組み立て、そう、完成だね。1個やだやだ、待って帰りました。はい、ありがとうございます。猫がやっぱりお茶漬けだよね。パパは何を食べるんですか。私はそばです。